はい、Bレジェンド神谷です、今回はですね、じゃじゃん、またまた新製品でございます。 Bレジェンド HMB でございます。はい、HMB ってね、最近よく聞くんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、HMB、まあ、こう何なのかっていうとですね、BCA の中には、バリン、ロイシン、イソロイシンってありますね。で、そのロイシンの代謝物が HMB になるんですけれども、パフォーマンスを上げてくれるっていうのが、まあ、これの特徴じゃないかなと思います。で、この HMB は、まあ、このね、あとこんなホームページも下に、リンク貼ってあるので見てもらったらいいんですけれども、まあ、非常にね、エビデンス、要はこう、効果がですね、こう、研究結果が出ていて、文献なんかが非常にたくさん出てるサプリメントの一つでもあるんですね。なので、実際にこう、筋肥大が起こったとか、パワーアップしたっていうような、文献が非常にたくさん出てます。で、まあ、今このホームページ、を見ていくとですね、まあ、こう、タンパク質合成の増大、あと筋肉の分解を防止するっていう 筋肉が分解されていく、イカ作用ですね、抑えることができるっていうようなことも実際、研究結果で出ております。で、まあ、こうポイントの一つ目としては、理想の体づくりをサポートしてくれると、ね、理想の体づくりをサポートしてくれる。そして二つ目は、Bレジェンドクレアチン、クレアチンとの相性っていうのが非常にいいんですね。クレアチンと HMB を一緒に取っていくっていうことで、さらに筋合成が高まったりですね、パフォーマンスが上がるっていう実験結果もたくさん出ております。そして先ほど申し上げました、筋肉の損傷を抑えて回復時間が短縮されると。だから回復時間が短縮されて筋損傷が抑えられるということはですね、それだけトレーニングをした時のダメージが早く回復して筋肥大を目指す人には非常に優秀なサプリメントであるということが分かっていただけると思います。実はね、これに唯一と言ってもいいぐらい難点があるんですね。それは何かというと味なんですよ。もう味が強烈にまずくて、飲んだことある方は分かると思うんですが、もう本当にね、もう口に入れるなりブワーってこう入っちゃうぐらいまずいんですよ。でね、実はこれ開発1年近く、実はもう B レジェンドも当然開発してきてたわけですよ。もう目をつけて非常にいいものだ、いい成分だってこと分かってたので、1年ほど前から開発してきてたんですけれども、なぜ今まで出せなかったのかというと、そのやはり味だったんですよ。そのまずい味で B レジェンドで出すっていうわけにはいかないので、どうやって美味しく出すかっていうことをすごく頑張ってきたんですね。で、頑張ってきた結果というかですね、まあ、要は世界中でね、ヨーロッパの方なんかでも HMB を研究される中で、美味しい HMB を作ろうと世界中のサプリメントメーカーがトライしてるんですけれども、結局作れてないんですよ。もう強烈にまずすぎて。で、強烈にまずすぎて、もう美味しい HMB は作れないっていう風に、もう各メーカー、もう無理ですって言ってたんですけれども、ただまあ僕は諦めきれず、ずっとこう開発進めていってですね、まあああでもないこうでもないっていうことでやってですね、そして出来上がったのがこちらですね、こちら俺のオレンジ風味ですね。ということでですね、美味しい HMB を世界で初めて作ることに成功しました。ね、もう見たことないんで世界で初って言ってもいいと思うんですが、で、まあこう開けてもらうとね、まあ、こんな感じでこの白い粉です。で、まあ、この入れ物の半分ぐらいまで入ってるんですけれども、そして中にこのスプーンもね、スプーンもこんな感じで中に入ってます。はい。で、まあ、どうやって飲むかというと、こう口に粉をね、パッと入れて飲むんですけれども、普通の HMB だったらもう、まずくて、もうちょっとね、口の中で留めておくことはできません。なんですが、Bレジェンドの HMB は、まあ、こんな感じでね、山盛りで入れます。口に、ダイレクトに入れます。まあ、こんな感じでね、味わって飲んでもらえる HMB っていうのは本当世界にないと思うんですね。で、この口の中で今こう、ノン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 ってこう、ね、なんていうのかな、転がしながらっていうか飲んでたんですけれども、やっぱり HMB はこう口に入れてね、もう口に入れただけでもうピリピリしてくるんですよ。で、もう味わって飲むなんてもうないから、もう口に入れると同時にココって飲んだとしても、うえって口の中になるんですが、これは、今まあ飲み終わった後ですけれども、飲み終わった後もさっぱりしてるし、飲むとき口の中にこれ単体であっても大丈夫です。で、それぐらい美味しく作れました。
ので、ぜひですね、まあ皆さんにはこれを試していただきたいなと。山盛り2杯で大体 1.5g ぐらいなんですけれども、大体1日にまあ 3g、4g ぐらい取ればいいっていうことが文献でデータとしてね、一番出てるので、だからまあ本当に今のまあ1杯2杯ぐらいを毎日飲んでもらう、あるいはトレーニングの時はまあですね、4杯分ぐらい、あるいはまあ6杯ぐらい、まあ3回ぐらいに分けて飲んでもらうっていう風にすれば、で極力これはいっぺんに飲むっていうんじゃなくて、例えば朝2杯飲む、で昼に2杯飲む、でトレーニング後に2杯飲むとかね、そんな感じで、あるいは朝1杯飲む、お昼に1杯飲む、でトレーニング後に、まあ、3杯ぐらい飲んでもらって、夜寝る時にもう1杯飲むとか、なんかそんな感じで分けてもらう方がいいです。こう体の中でこう徐々にね吸収されていくので、一気にたくさん飲むんじゃなくて分けて飲んでもらうっていうのが理想です。はい、というような形で、まあこうね、非常に筋肥大、筋合成を高めるには優秀なサプリメントなので、この機会に、お試しください。で、まあこれも大体こうやって 135g 入ってるので、まあ1回ね、こう1日でこう 3g 程度なんで、まあ本当に1ヶ月とかね、飲み方によっては2ヶ月ぐらい持ちますので、非常に、まあゆっくりね、飲んでいただけるんじゃないかなと思います。でスプーンもこんね、これは中に入ってるので、まあ、このままトレーニングジムバッグの中に入れといてもらってもいいし、トレーニング前にこうパッと2、3杯飲んでトレーニングするっていうのもいいと思います。で、まあ、今僕ね水で飲みましたけれども、水じゃなくてもプロテインで一緒に飲んでもらってもいいですし、まあ、いろんな飲み方はあると思います。もちろんその中に入れてもらってもいいですけど、まあダイレクトに口に入れる方がまあいいのかなと思うんですけれども、ぜひですね皆さんにもこれを試してみてもらえればなと思います。ということで、B レジェンド HMB 新発売でございます。ぜひ皆さん、しっかりこれを飲んでですね、トレーニング頑張ってみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。